はい、ということですね、今日もまたゼレンスキー大統領の演説をしたっていうね、そういったニュースです。前ですね、イタリアとギリシャ、これやりましたよね。そして今日は日本からして近くて遠い国僕は遠いと思ってるんですけれども、ちょっとね、違う意味でね。で、どこかっていうと、もちろんそう、韓国です。韓国でゼレンスキー大統領ですね、演説したんですよ。で、これがですね、まあ、ニュースになってるっていうかね、すごいなって僕思いました、本当に。普通に僕ね、ちょっと驚きました、これ。そんな感じだったんだ、韓国でって驚いたんですけれども、これね、まあ、韓国側がちょっとね、すごかったんですけれども、これ。で、韓国って言ったらですね、前ちょっと動画の中でも言いましたけれども、実はですね、結構こう、ロシアとそこそこ仲があるみたいなね、そういったイメージないかもしれませんけれども、そういった国なんですよね。で、まあ、最初はですね、これね、一応ね、これ、西側なのに、今回だからあれですよ、ロシアがウクライナに侵攻して、で、韓国って言ったらこう西側なわけじゃないですか。なのにこれね、あんまりこれ最初って韓国って初動、こう、経済制裁とかロシアにするぞっていうのね、あんまりこう前向きじゃなかったんですよね。嫌がってた。はっきり言うとちょっと参加しなかったんですよね。で、それで、こう、あんまりね、それが露骨、ひどいんで、アメリカからですね、なんとこう、ミラクルなことが起こって、アメリカから韓国は逆にですね、制裁対象になってしまってね、そんなことあったんですよね。これちょっと動画でやりましたけれどもね。で、そんな韓国なんですけれども、いまいちちょっとロシア寄りというか、ウクライナにそんなに協力的な感じがしない韓国ですけれども、今回ですね、そんな韓国、またこれね、衝撃的なニュース入ってきました。ご紹介したいんですけれども、ちょっと読んでいきますね、これ。これが、ウクライナのゼレンスキー大統領の24回目となるビデオ演説会場となった韓国国会。ということで、まあ、ちょっとこれ、意地悪な言い方するとですね、これ、24番目ですよね。ウクライナからすると24番目にこう演説した場所なんですけれども、だからね、言い方ちょっと意地悪に言うと、24番目に重要と思われている国って、まあ、言えなくもないっていうかね、もちろんこれね、韓国側の都合で後になったってね、そういったところもあるかもしれませんけれどもね。で、その韓国で、まあ、ゼレンスキー大統領がですね、演説をしたと。で、こうあります。そこに現れた韓国政界の態度は恥ずかしいものだった。っていうふうに、ね、書いてあるんです。これね、韓国メディアにこういうふうに書いてあるんですよ、これ。で、何が恥ずかしい態度だったかっていうと、韓国としてね、これが11日に韓国国会を対象にしたゼレンスキー大統領のビデオ演説は、国会本会議場でも議員会館でもなく国会図書館で開かれた。なんかちょっと、ってなりました。つって。なんか耳を疑うっていうか目を疑うっていうかね。なんかだから図書館で演説になったってことなんですよ。なんかつって。なんかね、まあ、これ一応理由としてはですよ。理由としては、だからね、こう、国会の関係者はですね、本会議場の大型スクリーンがですね、使えなかったから図書館にしたってね、まあ、そういうふうに言ってるんですけれども、言ってるけれども、やっぱこうあって、国会関係者は本会議場の大型スクリーンを使用できない理由について、ビデオ演説をリアルタイムで送出する過程で、不安定な状況が起きる恐れがあったとし、ネットワークの問題を挙げたと。だからね、こう、オンライン演説ですから、なんか、いまいちこう、本会議場、国会ではね、ちょっとこう、ネットワークが悪いっていうことで、こう、図書館にしたって言ってるんですよ。でもね、これ、韓国って言ったらね、一応こう、世界でもちょっと珍しく褒めますけれどもね、世界でもベスト3とかに入るような、こう、ネット環境がいいって言われてるような国なんですよ。まあ、日本もかなりいい方ですけれどもね。だからね、そんな韓国でね、なんか、国会でね、あんまりこう、ネットワークとかが良くないから、ちょっと、図書館に移させてもらったり、そんなことあんのかって思ったりするんですよね。そしたらやっぱこれね、記事にも書いてあって突っ込んでます、こう。だが、5G ネットワーク技術を先導する韓国で、通信上の問題によるリアルタイムでの映像送出が難しいというのは、納得しがたい釈明だった。だからまあ釈明だって言ってるわけです、はっきりね。だからまあ嘘だろ、つってね。嘘ついてるんだろって突っ込まれてるっていうね、記事でもね。僕もそう思いますけれども。だからですね、本当はね、こう、国会の本会議場で、全然できるんだけれども、これね、本会議場で、こう、公式な感じで、国のね、公式な感じでやりたくなかっただけだろうってね、言ってるわけですよ。まあ、多分本当そうだと思います。で、一応これね、まあ、用語としてかな?用語としてこういうの書いてあるんですよ。もちろん、場所が行事の本質を左右するものではない。ってある。まあ、そういうふうに書いてはあるんだけども、しかしですよ。もうちょっと笑ってますけど。だが、大多数の国会議員は、今回のビデオ演説に対する最小限の誠意さえ見せなかった。この日、行事に参加した議員は、50人ほど。50人しか行ってないっていうね。これ、すごいなっていうね。いや、でも待ってください。皆さん待ってください。これね、50人しか参加してない、少ねえって思ったかもしれませんけど、もしかしてこれね、韓国の国会議員ってね、こう、60名とか70名かもしれないじゃないですか。もしかしたらね。うん。で、記事の続きで、
残り240人ほどの議員は国会図書館についに姿を見せなかった。だから50名参加して240名は不参加になってるっていうね。まあ、それだけの議員がいるっていうことです。で、私たちがロシアに立ち向かえるよう韓国は助けてほしいというゼレンスキー大統領の呼びかけに耳を閉ざした。まあ、だからね、来なかった240名は耳を閉ざしたとね。だから、すごいな、これね。僕ちょっとね、これ、もしかしたらこれね、こう報じてるけれども、ね、記事でこうに報じてるけれども、これね、国会図書館、今回だからね、本会議場じゃなくて国会図書館でやったって言ってるじゃないですか。こうネットワークの問題だっつってね。だからね、この国会図書館の会場が小さくてですね、小さくて50人ぐらいしか入れなかったんじゃないか、ちょっとね、優しいでしょ、思ったんですよ。で、ちょっと写真確認したんですよ。そしたら、まあ、はい、これです、これ。っていうことで、どう見てもこれですね。こう、50人以上は入れますよね、これ。全然50人以上は入れるんですよね、明らかにね。まあ、全員が入れるか分かんないですけれども。まあ、こんな感じなんですよ。だから全然ね、来なかったっていうのは本当間違いなかったっていうね。だからね、これ、何ですかね、これね。韓国ではこう、実は全然今回のね、ウクライナ危機、こう、興味がないのか、こう、国的に全体的にね、そうなのか、それともですね、こう、ちょっと冒頭でも話したように、こう、親ロシアで反ウクライナなのか、ってことになっちゃいますよね。そういった理由になっちゃうと思うんですよ。で、これ続けて記事ではこうあります。この日、ビデオ演説を成功させた、共に民主党、まあ与党ですけれども、共に民主党所属のイ・グアンジェ国会外交統一委員長は、与野3党指導部が集まり、ウクライナに対する協力の意思を確認したことに意味がある。現場で参加できなかった議員は、ほとんど各自の議員室で、リアルタイムでビデオ演説を聴取したと説明した。絶対嘘でしょ、これ。絶対嘘でしょ、これ。だってね、これ、こういうのって一番こう、なんですかね、こう、ポーズ、見せるポーズが大事じゃないですか、一番これね。だから、西側一丸となってこう、協力するってポーズを見せるところだから、この場に来てないね、姿を見せないってこう、意味がないでしょ、これ。ね、各自の議員室で聞いたってありますけれども、いや、すごいなっていうね、これ。まあ、もしかしたらこれですね、西側で一番こう、参加議員の割合っていうのが少ないのは韓国かもしれないですね、本当にこれ。だってこれ、繰り返しますけれどもね、290人のうちの50人だけ参加ですから、まあこれ一応ね、韓国の議員定数って言うと300名なんですけれども、いくつかちょっと空席、なんかね、これからまた決めなきゃいけない議員っていうのはいるかもしれないですね。たまたま空席になってて。まあ、にしてもですね、これね、とにかくこれ韓国っていうと、議員の6分の1だけが参加、まあそれだけしか参加しなかったって状況だったっていうね、すごいなっていうね。あとこれですね、さっきのですね、みんなこう、各自の議員室でリアルタイムで聞いたって説明ありましたけれども、そのね、議員室についてこうあります。さらに理解しがたい、議員室がある議員会館とビデオ演説が開かれた国会図書館は徒歩3分の距離、3分ほどの誠意もなかったという意味と違わない。韓国メディアなんですけどね、ちょっと面白いツッコミしてるなっていうね。だ3分ぐらいなんだからね、各自ね、リアルタイムで聞いたって言うんだったらね、歩いて3分なんだから来いよってね、ほんとね、もうね、もう何の異論もないっていうか、その通りでございますってね。ほんとそうです。意味がわかんないですよね。コンビニに行くぐらいの距離ってことじゃないですか、全然ね。それをなんか各自の部屋で聞いたから大丈夫ってね。いやいやいや、来いよっていう。なんかもう意味がすごいなってよね。で、ここからこの記事ではですね、大体の西側の国ではこうね、多くの国会議員が参加したってね、まあ、例を挙げて、この国ではこうだったみたいなね、そういった説明してあるんですけれども、そしてそういった説明の後に記事では、この日のビデオ演説会場に参加しなかった韓国の国会議員も気持ちは同じだったかもしれない。だが、時にその場所にいる時だけ表現できる連帯と支持というものがある。今回のゼレンスキー大統領のビデオ演説がそうだ。っていう感じで。まあだから僕はさっき言ったようにね、姿を見せないとこれ意味がない行事だよねってね。ほんとそうなんですけれどもね。あとね、またですね、これね。これが、さらにね、まあ、こういった韓国の状況なんですけれども、実はこれね、ロシアでもちょっとね、話題になったっていうね、こういう風に使われてしまったってことなんですよ。こうあります。こうした恥ずかしい姿は、韓国がウクライナ情勢に無関心だという、宣伝扇動素材にまで活用された。どんな感じかっていうと、ロシアの極東連邦大学のアルチョーム・ルーキン教授は12日、まあ、だからロシアの教授ですけどね、12日、ツイッターに、韓国国会図書館の座席の相当数が空いている写真を投稿し、まあだからさっき僕もお見せしましたよね。まあだから全然ね、議員は来てないっていうね、その写真をこう投稿し、アジアがウクライナに関心がないという、また別の証拠と主張した。っていうことで、こっちのとばっちり来てるんですよね、これね。これ。
まあだからね、韓国を例に出して、アジア全体がこれね、なんか興味ないっていうふうにね、ロシアでは疲れてしまったっていうね。だからこれね、どうなんですか、これ。韓国を例に出してアジアっていうふうにね、しないでくれってね、そこはちょっと激しく思いますね、僕はね、これ。だって、何に関してもね、これ、だって一番ぐらい特殊な国がこれ韓国なわけだからね。それちょっとアジアでもね、特殊な国を持ち出して、アジアっていうね、そういった例として使われてもちょっと困るっていうね、僕はそう思うんですけれどもね、すごい思います。ちょっと久しぶりですからね、ちょっと韓国に対していろいろね、まあちょっと言いたいことがいろいろあるっていうか面白いなっていうね。あとね、これね、ゼレンスキー大統領が何をね、韓国で喋ったかっていうと、ちょろっとだけですけど、ちょっと紹介します。これがですね、ゼレンスキー大統領は韓国国会に向け、韓国は1950年代に韓国戦争、過去朝鮮戦争を経験し、多くの民間人が命を失ったが、国際社会の助けで勝ち抜いたとして、韓国の支援を要請したっていう感じなんですよね。だから、ゼレンスキー大統領は韓国では、こう、朝鮮戦争を持ち出したってね、そういう感じなんですよね。でもこれね、これなんでしょうね。僕全然詳しくないですけれども、本当にこれ韓国の国会議員って、ロシアに近い人たちが多いのかなとかね。それともですね、北朝鮮とか中国に近いと、こういった行事に参加しづらかったのか、もしれませんよね。まあこれですね、北朝鮮ね、完全に今回のウクライナとロシアの戦争ですけれども、完全にロシア推しですからね。中国よりも北朝鮮はロシア推しですね。まあだからね、これ、まあ北に近い議員がいたのかなとか思ったりもするんですけれども、ただね、今回主催した、まあ、共に民主党、ムンジェインのね、政党ですけれども、これ北にかなり近いですからね、ムンジェイン自体がね、かなり近いですからね。まあただこれね、与党だからこれね、今回主催って言っても、ね、与党がやるしかないから当たり前にやってるかもしれませんけれども、だからこれね、共に民主党が主催したからって、もしかしたらこれね、演説からね、逃げれなかっただけなのかもしれないですけれどもね。まあこれね、どっちにしろですよ。でもどっちにしろ韓国って、これ皮肉とかでも何でもなくね、これ皮肉とかじゃなく普通にこれね、かなりやっぱこう特殊な状況になる国だなってことを改めてちょっと思ったって感じですね。そういったところは確かかなと思います。かなり特殊かなというね。はい。ということで、今日はこんなところで、ございます。いやーでも最近本当ね、こうウクライナとロシアの戦争のニュース、まあそういった動画ばっかですよね。僕は本当にね、ちょっと早く平和になってですね、渡部のニュース作りたいなって、本当ちょっとね、割と真面目にそういうこと思ったりするんですよ。なんかね、これ平和じゃないからこういった動画ばっかになっちゃうわけですからね。だからそう考えるとこれですよ、渡部って平和のシンボルかもしれないって、まあ思わなかったです。すいません、それは思わなかったです。思わなかったです。はい、ということで今日はこんなところです。バイバイ。渡部が平和なシンボルなわけねえだろっていうね、なんか不謹慎な、まあ、シンボルっていうか、まあまあ何でもないです。もう終わっときます。